NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の今日は6月5日お昼の3時28分です。蓮舫さんが選挙違反をしている、事前運動をしているということでネット上で話題になっていますが、これ僕も政府だと思っていたんですが、実はですね、2週間ほど前に同じような発言をしてですね、書類送検をされている所沢の市長がいることが分かりまして、これちょっと蓮舫さんが有罪になるかどうかは別にしても書類送検ぐらいはされるだろうなと思っています。ちょっとどんな内容か聞いていただきたいと思います。この夏七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。みんなが安心して住める東京を、そして日本を作っていきましょう。そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。このような形でですね、一部の、演説の部分ですね、これ、おそらく今日って書いてるのは6月の4日、選挙は6月の20日からですので、事前運動、この夏七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦しますっていうことがですね言われているんですが、私はこれは政府だと思っているんですが、政府というかアウトか政府かというと微妙だなと。で、時速50キロ制限のところを55キロぐらいで走っている、5キロ超過ぐらいで、これまで警察は取り締まりをしてなかったというぐらいの認識で、僕はこのことは当然絶対しないんですけども、こういったことをされたと。で、これに対してですね、ちょっとびっくりするのがですね、このような、これ止めます。このようなニュースですね、NHK もそうなんですが、所沢市長を書類送検、去年の市長選で事前運動の疑いということで2週間前、これ NHK だけじゃなくて他にもヤフーニュースなどで出てます。で、産経ニュース、産経新聞のニュースちょっと開いてみると、これまで当選した議員っていうのは警察はですね、特にその処分をしないみたいな、ある意味都市伝説みたいなのがあったんですが、所沢市を当選した小野寺市長をですね、書類送検したというですね、昨年の小選で事前運動の疑いということで、今年の5月、先月5月17日にニュースになっていて、すでに警察はこれをですね、有権者に投票を呼びかける事前運動をしたとして、この小野塚市長をですね、書類送検、つまり検察庁に送検をしているということで、で、市長もですね、これについては認めていてですね、本人はこれは違反ではない、法律違反ではないという主張をしていますが、今のところ捜査に協力をするということであります。これはだから見解の相違というところで、じゃあどんなことを実際に言っていたのか、市長は送検されたことは認めているけども捜査には協力するというコメントを出して、これですね、法令違反はないと確信しており、今後も捜査には協力していくということで、決めるのは警察ではなく検察でもなく最終的には裁判所となるんですけども、じゃあどういうことを言っていたのか。で、しかもここにはですね、元の明石市長のですね、元 NHK の私の先輩になるんですが、泉房穂さんもいらっしゃってですね、これえらいことなんちゃうかなと僕は思ったりはしてます。で、これ本人の5月7日16時から所沢の駅の西口でやった街頭演説なんですが、この途中からですね、これ早送りしていくとですね、泉房穂さんも登場されるんで、ごめんなさい、
とごめんなさいね。22分ぐらいだったと。出ないか、なんでだろう。なんか学ぶことがあったら所沢のための姿勢はできない。まさにありがとうやっていきましょう。皆さんと皆さんと一緒に変えていきますから、どうか皆さん今日は本当にお集まりいただきましてありがとうございます。15日後の市長選挙、皆さんと一緒に勝って、そしたらまたスタートです。まず勝って、まず勝ち抜いて、皆さんと一緒にいい所沢を作っていきますので、どうか皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではお待ちながらお待ち申し上げました。明石からまさに今回3度目です。3度目の所沢街頭演ですけども、所沢には何度も何度も来ていただいてるんですが、街頭演説会って意味では3回目になります。兵庫県明石からまさに駆けつけてくださいました前の明石市長泉房穂さんからお訴え申し上げます。よろしくお願いします。まあこんな感じでですね、もういよいよです。9月13日一緒に市役所で会見をし、その後まさにこの場で街頭演説をさせていただいた。それからもう25日も経ってしまった。残すところ15日、半端なく私焦ってる。まあこんな感じでですね、まあ演説されてるんですが、選挙運動ってやっぱりこの7日間しかできないので、残り15日間でこんなに熱のこもった演説をさしていいのかというところで、今、まあ、熱のこもったとやって言い方をしましたけども、これ見た人がどう判断するかなんですか。ちょっともう一回蓮舫さんのこういうのがまかり通ってきたんですよね。これこの夏七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。まあだから立候補しますとは言ってないですが、挑戦しますね。皆さんのご支援どうかよろしくお願いしますと。まあこれはまあ応援してくださいねって、まあ支援してくださいねなんで、投票の呼びかけでは僕はないとは思うんですが、少なくともこの所沢市の方がですね、このように書類送検になって、まあ、この後僕は所沢市不起訴になるとは思うんですが、やはりややこしいことをしている人に対しては、まあ、警察は少なくとも告発状を受理してですね、捜査をするという方向に変わってきたと思います。というのは、これまで選挙というのはお金でですね、まあ、ちなみにこの後ちょっと見ておきます。みんなが安心して住める東京、そして日本を作っていきましょう。そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう。よろしくお願いいたします。ね、蓮舫さんを応援しましょうじゃなくて勝たせましょうっていう、この枝野さんの発言はかなり、まあ、勝たせるということは当然選挙に勝たせると、蓮舫さんを応援しましょうっていうのはただ蓮舫さんを応援するのでしょうけども、この手前で蓮舫さんは、まあ、夏の選挙東京都知事選挙に挑戦しますと言っていて、勝たせましょうまで言っていますから、まあこれは選挙投票してくれという二次元運動と読まれても、まあ疑いがあるということで捜査の対象になるというのは致し方ないのかなと。まあ前回の補欠選挙の時もですね、立憲民主党のあれは誰だったかな、3人ぐらいの人ですね、あの人だ、長野県選出の TBS の元アナウンサーの、思いっきり、あの人名前になったかな、 TBS のアナウンサーのだった人です、参議院議員の人ですね、思いっきり、まあ、事前運動をするポスターというか掲示をツイッターに貼ってて、すぐ消しましたけどね、批判されて。ちょっとね、立憲民主党の人たち、まあ、共産党はもっとひどいんですけども、まあ、平気でこう危ない橋を渡るということをしているっていうのはよくわかります。でとにかく警察のハードルがどんどん下がってきてるんですね。まあ、これまではお金を配ったら、選挙でお金を配ったらその即逮捕っていうような
そういうこう順番でこう来てたんですけど、まあそうね、こういう事前のこういわゆる都がとか発言ですね、文書を配ったり発言に関しては事前に大体こう警告が入ってからになるんですが、まあ、あの日本維新の会の 前川さんっていうね、奈良で全国比例で最終的に繰り上げ当選した近畿比例ブロックで当選した 前川茂雄さんだったか、茂なんとかさんが、これ本当かわいそうなぐらい事前の選挙運動ですね、あの同窓会名簿にポスあの選挙はがきを入れて送ったことが事前運動として有罪になってですね、議員辞職してるんですよね。だから、まあ、それと比べるとこっちの方が確かに悪質っちゃ悪質なんですよ。だから相当今の警察の動きをですね、甘く見た今回の、まあ、連邦陣営のですね発言ということで、まあ、これはもう証拠としてですね、これまあもうすでに多くの人が、告発をしようとしていると思いますので、最後にもう一回ちょっと聞いてください。これを聞いて蓮舫さんに投票を促していると思う人がどれぐらいいるかっていうのはポイントになってくると思います。この夏七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。みんなが安心して住める東京、そして日本を作っていきましょう。そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。まあこれちなみに ANN ニュースですね、テレビ朝日ですけども、まあこれを放送している側も共犯ということになりかねませんよ。明らかに選挙の事前運動をしているわけで、生中継中だったらまだ分かりますが、これはテレビ朝日の方にも捜査の方が行くのかもしれません。いずれにしてもこういうややこしいことするのやめましょうね。ちゃんと6月20日が、投票日、選挙運動していいって日で決まってるわけですから、それまではですね、立候補します、あの立候補の予定でポスター貼っていただける方や、とは電話をかけ、いわゆる選挙運動を手伝っている方を探しています。これは事前の運動にはなりません。選挙の事前活動してなきゃいけませんので、ただこのように勝たせましょうとかいうような発言はやはり私もこれまで検挙されていなかっただけでですね、明らかな公職選挙違反だと思いますので、この後蓮舫さんはそれなりの報いを受けると思っております。以上です。 NHK をぶっ壊す。